レフリー芹澤健一。両者リング中央へ、先に行ったのはハンニャ橋本。クラッシュ95第3試合スーパーフェザー級60キロリミットです。クロスポイント吉祥寺、青コーナーハンニャ橋本、 K1 ジム目黒伊藤健人。さあ第1ラウンドが始まりました。まずはハイキック、積極的に前に出ていった青のグローブサウスポースタイルがハンニャ橋本、冷静に対応した。ハイキック返しました赤のグローブ伊藤健人です。中村さん、まずこのハンニャ橋本、初参戦の選手ですね。はい、そうですね、あの本人も言ってやっぱ気持ちが武器だって言ってるように、こう好戦的で、あとはやっぱこうパンチを強い選手なんで、まあ、クラッシュルールでね、まあ、そこ向いてると思うんですけど、はい、まあ、伊藤選手相手にねどう戦うのか、まあ、ここまでは伊藤選手はこのリーチさとかあのファイトスタイルの違いというのをすごくうまく使って戦ってますね。そうですね、はい、174センチの伊藤健と167センチはハンニャ橋本、あと、はい、構えがね、はい、ハンニャ選手がサウスポーなんで、伊藤選手はもう、ね、右のキルいっぱい蹴っていって、それでこう中に入らせないように戦ってますね、うまく。もともとフェザー級でも174センチリーチを生かしていた戦いですが、はい、石川さん、スーパーフェザーに一つ階級を上げても174は決して小さい方ではないですよね。うん、そうですね、うん、いい動きですね、うん、特にこの蹴りを得意としている伊藤です。はい、本当蹴りで試合を作れる、ペースを作れる選手というのは今なかなか今ね少なくなってきてるんですけど、はい、階級上げたのもあると思いますけど、なんか伊藤選手こうなんかどっしりした感じしますね、前に比べると。そうですね、うん、特に下半身もかなり筋肉量がこう増してきたような印象。はい、左のストレートはハンニャ橋本、はい、うんうんと頷いた伊藤健人、ダメージはどうか。今日クラッシュデビューのハンニャ橋本、ノックアウト率は8割、一気にラッシュに行く、ボディの連打、そして左、いやすごいラッシュだ。そして左の方散らす伊藤は一度がっちりガードを固めて冷静に対処です。石川さん、これダメージどうでしょう。ダメージありますね。一番最初のパンチも見えてなかったですからね、急に綺麗に戦っているところにリズムを変えて一気に入ったところだったので、いきなりの左のストレートでした。うん、前に出てくるのは伊藤ですが、ハンニャアグレッシブ、いや長友さん、ハンニャのこのアグレッシブさ、はい、いいですね。すごいですね。でこのハンニャ選手のこの距離の詰め方も怖いですね。なんかすごいスピードと勢い、はい、急にリズムを変えると対戦相手からいきなり対応が一瞬遅れるんですよね。なるほど、マークハンニャ選手はパンチ当てましたね。まあでも伊藤選手もうまくブロックと膝転下をで迎え撃つスタイルハマってきましたよ。ちょっとハンニャの進行を食い止める、今のジャブとストレートもです。そして膝がいいんですよ今の右膝、うん、もうブロックと膝に絞ってるのがいいですね、伊藤選手は。さあ残り10秒切りました。第1ラウンド、右のストレート、そして左のインローはハンニャ橋本です。第1ラウンドが終了しました。先にダウンを奪ったのはこのハンニャ橋本、左のストレート一戦でした。今日クラッシュデビューのハンニャ橋本、この左ストレート、石川さん、もう一度詳しく教えてもらえますか、このあたり。はい、はい、このゆっくり伊藤選手が左の自分の右のキックがうまくいいテンポで当たるところで気抜いてたわけではないんですけど、はい、そこから一気に入り込んだっていうのがダウンを取れたポイントですよね。なるほど、中村さんのお話通り、こうリーチ差があるというところ、勇気持って飛び込んでいったハンニャ橋本ですね。そうですね、右のジャンプをうまく使って遠いところからワンツーで入ったところがうまくはまりましたね。画面右にはクロスポイント吉祥寺の鈴木弘樹選手がいます。日向選手、そして鈴木弘樹選手、そしてハンニャ橋本と、こちらは伊藤健人です。ダウンを奪われて第2ラウンドどう展開していくか。伊藤回復しているので伊藤選手、うん、第2ラウンドが始まりました。ダメージが回復しているという今石川さんのご指摘、はい、この右の蹴りでまたリズム作り直せると思うんですよね。もうストレートいきなりのパンチはもらわないと思う。インローも使っていきます。
ハンニャもミドル返す。僕は試合の運び的には伊藤選手も全然悪くなかったと思うんで、はい、右蹴ってあのブロック固めてパンチの膝を合わせるという作戦であの削っていけると思うんですよね。伊藤の右膝ですね、はい、あと蹴りですね、この遠い間合いの、はい、ちょっと離れた距離になりました。伊藤の蹴りの距離、ハンニャが先ほどのようにまた飛び込んでいく形があるかどうか。そうですね、ハンニャ選手逆にあのステップインとやっぱ足止めちゃダメですね。足を使うというのはやはりその前後、そうですね、前後左右、うん、近い距離一瞬になりましたがまた距離ができる。伊藤のキックが増えてきました。伊藤選手はいい意味でリスクを取らない戦い方をするんですよね。それだけ自分のスタイルが安定しているので、はい、うん、ああいうふうにダウンをした後も焦らずにこうちゃんともう一回自分のリズムと距離戦い方を取り戻してきましたよね。1ラウンドにダウンこそ奪われましたが本当ディフェンス上手いのが伊藤ですよね、石川さん、うん、そうですね、本当にいいんですよ。リスクを取らなくてもちゃんと自分の戦い方がしっかりパターンがあるので、今もがっちりガードを固めてしっかり距離を取り直した伊藤健人です。ハンニャが少し距離が遠くなりました。中村さんから足を止めない方がいいというご指摘がありましたが、自分のリズム作り直せるか。一度ダウンを奪っているハンニャ、まあ、でもハンニャ選手もね、あの蹴られてもあえて左のローキック返しているのはいいと思うんで、あい 切り返しを大事にして反撃のチャンスを見つけたいところでしょうけど、伊藤選手の方がテンポがいいですね、ここまでは。そうですね、2ラウンド1分切っています。あの右のミドル、ちょっとこのミドルもちょっと高めに打ったり下の方を打ったり散らしている伊藤です。そしてローキックも混ぜる、うん、あーっとストレート、顔面揺れました。ハンニャ橋本第2ラウンド50秒切りました。あー右スイング、伊藤健人です。ハンニャが前に出てきたところにうまく合わせていった伊藤、ローキック足元へ伊藤健人。いや長友さん、伊藤のあの右足は多彩ですね、はい、そうですね、上に上とか下とかにこう散らして、でまたこのハンニャ選手は1ラウンド目のあのダウンを警戒してのこの散らしという部分も見えますね。あ右のフックだ、ボディーから入って右のフックはハンニャ橋本、そしてインローも離します。ハンニャ橋本です。第2ラウンド10秒、標識の音が鳴りました。飛び込んで左のストレート、第1ラウンドダウンを奪いましたが伊藤健とうまく対応しています。ここで第2ラウンドが終了です。今のダウンではありません。さあ第2ラウンド、石川さん、はい、ちょっとまたリズムが変わってきたというか、伊藤がかなり蹴りを、はい、あの自分のペースに取り戻してきた感じですね。いきなりハンニャ選手はあのペースを取られたわけではないんですよね。あのパンチは随所で当たっているので、伊藤選手は最終ラウンドもパンチをもらえるようにしっかりガードを固めて戦いです、ね、セコンドの声に冷静に耳を傾ける伊藤です。石川さん、第3ラウンドどんなところを鍵になってきそうですか。はい、あの伊藤選手があのあえてちょっと、リスクを背負ってでもちょっとダウンポイントを取り返すぐらいのキラーな感じをちょっと僕見ていきたいですね。あーなるほど、はい、長友さん、やはりこの第3ラウンドでも第1ラウンドみたいなああいった飛び込みを見たいですね。そうですよね、そこでまたこう展開が変わりそうですよね。さあ第3ラウンドです。青のグローブ、ハンニャ橋本、クラッシュ初参戦、一気にアグレッシブに行く、左右のパンチ細かく振り回して、あーボディ蹴りも混ぜる、すごいラッシュだ。伊藤はしかし冷静にガード、足元ちょっと揺れたが、中村さん、いきなり圧力ありますね、はい、ハンニャの方は。そうですね、逆にあのハンニャ選手の方はちょっと2ラウンドあんまりいいペースじゃなかったと思うんで、最初は先手取ろうと思って出てきたんじゃないですかね。やっぱ一発あるし、こうやって前に出ていけば多分ハンニャ選手の方がね、あのかなりいいペースになっていくと思うんで、この近い距離に今の右のストレートが当たっている。この出だしは非常にハンニャ選手いいですね。あの前に出てくるときもこう右で入ってくることもあれば左で入ってくることもあればと、はい、このラッシャー魅力的ですね、ハンニャ選手は、うん、打ったらその場にいないってことを徹底した方がいいですね。伊藤選手はすごくリーチがあって、はい、ローもミドルも同じモーションで多分これを、ね、蹴ってくるので、同じ場所にいるとどんどんもらっちゃうんで、ハンニャ選手は打ったら動く、打ったら動くを徹底していますが、またこのキックでリズムをつかみ始めている伊藤。うまいですよね、伊藤選手。膝です、
ハンニャも蹴りから前に出ていく、この近い距離。あ、しかしまた伊藤も前に出てきています。コーナー背負っているのはハンニャ。今の右のミドルどうだ。あえてね、結構ね、ボディの攻撃も伊藤選手当たってるんで、はい、やっぱダウンとかこう明確な差につなげたいですね。ポイントではやっぱ差ついてると思うんで、ハンニャ選手ついてると思うんで、やはり1ラウンドにダウンを奪っているのはハンニャ橋本の方。あ、この飛び込みです。第1ラウンドダウンを奪っています。そしてまた右のミドル、これでリズムを作ります伊藤。市川さん言われたみたいにリズムはいいんですけど、やっぱこう山がないんでね、これだとダウンまでのポイントっていうところまでいかないから、ちょっと逃げ切られるというかね、1ラウンドポイント差が挽回できないですね、伊藤選手としては。ここはローブローに伊藤の蹴りが入りました。すぐに再開されます。やはりこのうるさい右足、しかしこれをやはりもう一段上のレベルにつなげたいという伊藤ですが、ハンニャもこの近い距離に出るハイキックも打っていった。ハンニャ選手が動き止まらないですからね。止まらないってことはやっぱりダメージまでいってないんですよね。綺麗には見えるんですけど、動きを止めるまでの威力になってないのかな。伊藤からするとこれやっぱりやりづらさっていうのもあるんでしょうかね、石川さん。これだけ動かれると。そうですね、やっぱりフットワークが止まらない選手というのは蹴りのダメージを流すことができるんですよね。ダウンまではなかなか持っていくことはできていない伊藤健人。1ラウンドにダウンを奪っているのはハンニャ橋本の方です。青のグローブ。さあ第3ラウンド残り15秒、圧力を強める伊藤です。ハンニャはさあ残り10秒どうする。右のハイキック、一撃必殺狙う、もう一発。さあ飛び出た、それに対して蹴り返したハンニャ橋本。第3ラウンド終了です。あ、やはりかなりスタミナを使ったかハンニャ橋本。いや、長友さん、息抜けない試合でしたね、はい、そうですね。また伊藤選手の最後こう取り返すっていうその気持ちも見えましたよね。そうですね、あの右のミドルキックの連打、ちょっと表情は暗くも見えますが、どうでしょうね、これ判定は。そうですね、まあ、ダウン取った分ハンニャ選手が、まあ、おそらく2ポイントはリード一応取ったと思うんで、 2、3ラウンドでね、まあ、イーブンなのか差がついてたのかですよね。判定結果をお知らせいたします。さあ判定です。ジャッジ伊藤29対28、青橋本。1人目はハンニャ橋本。ジャッジ山根29対28、青橋本。2人目も橋本。ジャッジ山崎29対28、青橋本。以上、3人のジャッジがハンニャ橋本を支持しました。ハンニャ橋本、 KO 率8割の男、今日は KO とはなりませんでしたが、クラッシュ初参戦、実力者伊藤健人からダウン1つを奪って勝利飾っています。右の気持ち見せつけた。いいですね、動きが最初から最後まで止まらなかったっていうのはまず打たれ強さもありますし、はい、気持ちも強いですしね、うん、スタミナもあるし、まあ、伊藤選手のあれだけの、ね、蹴りをもらってもビクトも動きが変わらなかったというのはすごい練習量、体の丈夫さがあるんでしょうね。かなりずっと左の腕にもミドルキック食らっていましたけれども、最後の最後まで耐え切ったハンニャ橋本です。カメラの方へもその視線を向けました。鬼ではなくこの立ち技のハンニャになるというハンニャ橋本、その実力を見せました。もっともっと怖い、そういったファイトスタイルもこれから出てくるのでしょうか。スーパーフェザー級にまた一人実力者が参戦してきました。まだまだ楽しみな試合見せてもらいましょう。ハンニャ橋本、クラッシュ初勝利です。はい、相手はすごいタフで、まあ、楽じゃない試合って思ってたんですけど、まあ、ちょっと慶応にこだわりたかったんですけど、ちょっとタフで最後ちょっと逃げるような感じ、まあ、来い来い来いって言ってカウンター誘ってたんですけど、まあ、まあ、よかったかなと思ってます、はい。まあ、とりあえず自分こっちに来る前から合わせたら4連敗以上だったんで、もう本当負けたら向こうデビュー戦とか言ってたんですけど、俺本当引退しようかなって本気で思ってたんで、まあ、サポートしてくれた
人たちすごい感謝します。はい、そうですね、そうですね、感想ですか、まあ、まあ思ってた通りに強かったって感じですね。まあ、楽には勝てないとは思ってたんで、はい、まあ、一応ダウンとかは取ったんですけど、そういうのも、まあ、まあこういうのって結構、出だしとか結構 ありがちなんで、うん、まあ思った通り強かったって感じですね、はい。今後の目標、そうですね、まあ、クラッシュでちょっと幸先がいいんで、ちょっと行けるところまで突っ走ってやろうかなっていうふうにちょっと思ってます。はい、皆さん応援よろしくお願いします。最後にファンの方に一言お願いいたします。はい、今日は平日なのに応援来ていただき本当にありがとうございます。来れなかった方々もアメバ TV とかで応援していただいて、すごい力になってるんで、これからも、僕の応援よろしくお願いします。